香川から来ました新メンバー白団子花園あきです。はい、今日は赤
担当のリーダーの藤沢泉さんがお休みなんですけど、このメンバーで最後まで頑張るので応援よろしくお願いします。はい、今日は12月5日発売青春イグノランスのリリースイベントで、ここ東京ベイ、ららぽーと東京ベイさんにやってきました。早速ね、新曲の青春イグノランスをこの後お披露目したいんですけど、今日は声出しができないので、ただこの曲はね、一緒にはいっぱい踊ることができるんですよ。なので皆さんいっぱい手を挙げて一緒に楽しんでいきましょう。それでは聴いてください。それでは聴いてください。青春イグノランス。Let's go! Let's go!
前の新しいシングルにもなんとパスタ曲が入っています。イエーイ、ナイスパスタ。何ですか？はい、次のパスタはね、永遠ナポリタンっていうんですけど、メンバーの皆さん、ナポリタンの作り方わかりますか？わかるよー、わかるよー、わかるよ。じゃあ工程を一人ずつ発表してもらおうかな。いいよ。あ、順番に。あ、わかる人。みんなわかるよ。え、次なっち。材料買う。あ、材料。次。はい。はい。どうぞ。材料を切る。なんか、待って、長い。材料焼く。あ、焼く。はい、次は。もうない？終わり？あ、はい。はい、どうぞ。材料茹でる。茹でる。ちなみにこれ一つ一個言い訳していい？私移動中にさ、作り方調べくるって言ったんですけど、調べるの忘れて私もわかんないんですよ。正解がわからない。でも正解ってあるのかな？ナポリタン作ったことある人？あるの？教えて。入れるんですかね。ケチャップ、パスタ、ウインナー、なんだこれ、玉ねぎ、あ、ケチャップ、ウインナー、粉チーズ、玉ねぎ、ピーマン、粉チーズ、ピーマン、コンソメ、茹で汁、合ってんじゃない？これできますかね？鍋、できた。はい、コンソメのあの、でも湯やつ。また話聞いてる。やばい、セイラの女子力がバレちゃう。合ってる？これで。ナポリタン作ったことある人って聞いたらね、はいって言った人たちみんな冷凍しか作ったことなかったの。だから今度ね、せっかくナポリタンが入ったから、冷凍じゃなくても作ったことが、すいません、ごめんなさい。でもうちのが作れば可愛いから何でも許してくれる気がする。みんな待って、一つ言い忘れてた。愛情一番大事。わざとすぎるから。完璧だぜ。きっとこれからセイラのね SNS にナポリタンを作ったね、あのストーリーとかがねギターアップされると思うんで、皆さんあのメンバーの作ったナポリタンにも期待して待っていてください。はい、ということで早速次の曲は永遠ナポリタンを歌いたいと思います。イエーイ。私たちが作るナポリタンを想像しながら皆さん聴いてください。それでは聴いてください、永遠ナポリタン。こんなに長い
ツアーのファイナルが1月16日 ZEP 新宿であります。このチケットが今日の23時にネットで発売されるので、皆さん絶対絶対チケットゲットして遊びに来てください。はい、そして12月22日、リーダーの泉さん